ちと寒いな。だな。ダメだ。ここも鍵が必要みたいだな。問題はここの鍵はどこで入手できるかだな。だな。今日はここまでにしたらどうだ？ネミ、まず晩飯を食べないとな。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。地図の切れ端か。見つけたぞ。ここから下に降りられそうだ。まさか入るの？当然。足滑らせんなよ。
あーやだな、こんなとこ入ってくの。どんどん兵所恐怖症になってく気がするよ。そもそも何のためにこんなとこ行くわけ。黙って降りろ、したかんでも知らねえぞ。あーもうやだな。やっと着いた。下水ですか。そうだな。水の中歩くの幽霊の嫌だな。諦めろ。結構水流れてる。雨水が集まってるんだろう。本当にこんなところにお宝あんの。さあどうだろうな。言うと思った。ねえ見て、なんかあそこ行けそうじゃない。よし、完璧。意外と流れがきついな。やば、足取られそう。おい、気付けろよ。ここか。部品が壊されてないといいけど。早いとこ見つけようぜ。気を急ぐ。ああ。
下、さっき通ったとこだよな。あ、本当だ。先に行こうぜ。ああ、トシが、しつこいやつは切らん。バレるぜ。これで下から登ってくれんな。そりゃそうだろう。反対から鍵かかってただけなんだからよ。なんだろうこれ。なんかのスイッチ？扉のスイッチか。
あ、やべ、届かない。進むしかないってことだ。どっから進むのが正解だ。全部外れだったりして。俺が指示を出す。短く頼む。あと難しいやつ考えろ。攻撃しろ。そうだ。これだろうな。きっとそうだ。持ち帰ろう。シドニー喜んでくれるかな。オートの技術とか機械だけでも外に持ち出せないのかな。今の状況では厳しいだろう。帝国の管理下だ。ああ、クリスタルもねえしな。いろいろ終わったらシドニー連れてってやるよ。ノクタ、うん、いい考えだね。それまたあった。なんかのスイッチみたいなやつ。今度はなんだ。複雑で迷路みたいだよね。迷子になるんじゃねえぞ。分かってるよ。っていうかお前らも道覚えとけよ。ごめん、俺こういうの全然ダメ。人を当てにされてもな。なんだよ、使えねえな。とにかく目印になるようなものを見逃すな。見て、なんかわかんないけどすごいよ。ああ。
調子いいじゃね。まあな、大丈夫か。やば。イグニスの顔色がやべえ。どんだ。やっかいな。さっさと先に行こうぜ。なんか重要なスイッチだよ。押してみるか、ノクト。